アルベルトネクテスは、カナダアルバータ州のベアッパウ類総合白亜秋、カンパニアンから知られる、エラスモサウルス科の主張流類の属の一つ。模式種アルベルトネクテス・バンデルベルディのみで構成されている。最長のエラスモサウルス類で、基地の中で最長の首と前長を持っていた。生態復元図完全に保存された大骨格の、ホロタイプ m p 2 0 7 0 1 1 0 0 1 知られ、標本は、アルバータ州ドラムヘラーのロイヤルティレル、古生物学博物館に所蔵されている。骨要素として、カンシー、ジクシーから先端が融合したオシーまでの132個の、脊椎骨、完全な、肩体と不完全な腰帯、ほぼ完全な獅子、分離したアバラ骨、腹肋骨、そして少なくとも97個の遺跡を含む、 TMP2007.011-0001 は、コライトインターナショナル株式会社によるアンモライト発掘の最中に、場所はアルバータ州南部レスブリッジ近くのセントマリーリバーの約150メートル南で発見された。その標本は、セントマリーリバー武装のデイシツユニット1の下部のデーガンからほぼ完全な状態で発掘された。そこはその地層のバキュリティスコンプレッスが取れる。 ロケーションの最下層のすぐ下であった。標本は7350万年以上前のもので、およそ前期から後期白亜紀の間頃である。アルベルトネクテスの発見は、主張流の中で首と前兆の最長記録となった。頭より、後ろが11.2メートルで、その内首は7メートルである。アルベルトネクテスは久保安、久やすし、 マーク・ミッチェルそしてドナルド・ヘンダーソンにより2012年に記載された。俗名は古代ギリシャ語でアルバータ州の英社を意味する。ネクッツは地長流類の学名において一般的な単語である。種小名ヴァンダーベルディはホロタイプを発見したコライト・インターナショナル株式会社の創始者、コレネヴァンダーベルデーの件名である。人とのサイズ比較、アルベルト・ネクテスは 最長のエラスモサウルス類の一つで、これまでに見つかっている他のどのエラスモサウルス類よりも長い7メートルに達する首を持っていた。頭部を失っているホロタイプは11.2メートルの長さで、カンシーから尾の先端まで保存されている。頭を含めた全長は11.6メートルに達したことが示唆されている。アルベルトネクテスはまた他のエラスモサウルス類と比べて、 独特な形質である76個の頸椎を持っていた。これは、エラスモサウルス類の頸椎としては、最大個数である。他のエラスモサウルス類にも、稀に見られる本属の特徴としては、以下のようなものがある。アルベルトネクテスは、生体の標本が知られている。生体であることは、神経棘とほとんどの首肋骨と中心体が、融合していることや、 TMP2007.011-0001 において部分的な結合は天使と大腿骨上部の間にのみ確認されることから示唆される。生体であることを示す他の要素としてはよく発達した脊椎表面の荒いシワや手首とかかとの骨の関節がある。2012年、久保らは2002年の佐藤玉樹のデータを大きく改変したものを用い、 系統解析を試みた。しかしそれは不確かなもので、多くのエラスモサウルス類がより大きな多系統群に属していると思われる。この分析は2015年にゴーマン・エトールによって改変された。以下のクラドグラムは、その結果のうち、エラスモサウルス化の類縁のみを抜粋したものである。ありがとうございます。